皆さんこんにちは、野木田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回はオンライン授業の18ということで、新コロンボ計画、ニューコロンボ計画ですね。オーストラリアの、政府が、オーストラリアの学生さんを、よその国に派遣する授業なんですけれども、それで、その体験記ということで、 J パワー若松総合事業所で、石炭ガス化、燃料電池複合発電 IGFC というのを知ったという話をさせていただきたいと思います。まずですね、この、ニューコロンボプランなんですけれども、新コロンボプラン計画とも言うんですけれども、これはオーストラリア政府と、大学と民間部門が力を合わせて、次世代のオーストラリアの若者にですね、インド太平洋地区で、生活とか、学業とか就業を直接体験してもらおうという、取り組みなんですよ。で、それでそのプログラムのうちで、短期間で行うものはニューコロンボプランモビリティプロジェクトというのがあるんですけれども、だいたい2週間以上海外で過ごすやつなんですけれども、それ大学の中のコースの一つとしてやるわけなんですね。で、それで私がですね、そのアイデアを、出しまして、そのアイデアはですね、九州大学に、お世話になりまして、九州大学の中で、授業って言いますか、大学の先生に、九州大学の先生に講義をしていただきまして、その講義の次の日とかに、北九州とかにある、工場を見学していくということなんですよ。で、それでですね、今までにこれだけ多くの企業、こんなに多くの企業をもう 一発でこう見るっていうのはもうないですよね。多分ね、オーストラリアの大使の方でも一個ずつぐらい、見学しに行くというようなレベルのすごいものを一気にやってしまおうと、いうことなんですけれども、その中でですね、いろんなところに行きました。ここにありますように、北から南まで、これはね、2019年ですから、2017年、18年、19年といって、2020年、21年、今年もですね、行く予定だったんですけれども、今予算は獲得してるんですけれども、COVID-19 のおかげで、行けなくなってますので、今、ちょっとこの2年間は待機してるんですけれども、これは2019年の話なんですけれども、2017年には日立製作所の、新幹線工場にも行きましたけれども、この中には入っていませんけれども、2019年はですね、北はですね、日本スチール、日本製鉄ですね、日本製鉄に行ったり、TOTOの、トイレミュージアムみたいなところも行ったりとかですね。で、あと、安川電機で、ブリヂストンのですね、巨大なタイヤの工場も行きました。で、あとレクサスですね、レクサスハイブリッドとかを作ってる九州、トヨタ九州工場ですかね。で、あと三菱、エレクトリックス、三菱電機、あとスムコというのは、相当大きな半導体を、作る会社ですね。あと三菱造船で、LNG、 今すごくこう日本は LNG を、天然ガスですよね、天然ガスをこうすごく輸入してますけれども、その輸入する枝豆みたいな、タンカーみたいですよね、それを作ってる工場も見学しました。で、今回はですね、どこを、特に紹介するかというと J パワーですね。この J パワーの、若松事業所があるんですよ。で、J パワーってもともと電源開発っていう風な、名前だったと思うんですけれども、この若松のですね、事業所っていうところは、どういうことをやってるかというと、石炭火力ですね、石炭火力のこう各石炭火力の、を運転する方々の研修所にもなっているということなんですけれども、ここではですね、再生可能エネルギーをいっぱいいろんな再生可能エネルギーの研究開発をしてるんですけれども、特にですね、うちの、工学部の学生、が度肝を抜かれた、技術があるんですよ。その度肝を抜かれた技術というのはですね、ここで紹介している、石炭
火力発電なんですけれども、ちょっとやそっとのそこら辺の石炭火力発電ではないんですよ。で、日本の石炭火力発電の効率っていうのは 45% ぐらいあるんですかね。もう強烈に世界トップなんですよね。ここに図がありますけれども、よそのね国の石炭火力発電っていうのは 40% 前後ちょろちょろしてるんですよ。で、ですから、石炭からその CO2 が出ますので、CO2 を削減するためにはどうすればいいかというと効率を上げることなんですよ。で、キロワットアワーあたりの効率ですよね。発電効率を上がれば上がるほど、CO2 の、削減ができるというわけなんですね。で、それでですね、この中で超超臨界って言うんですけれども、ちょっと変な名前ですけれども、水が臨界に達してその上のところにあるということで、強烈に高温にして高圧にして、やるということで、達成できている技術なんですけれども、その超超臨界のやつで、今多分横浜のですね、磯子にある、超超臨界のやつが、一番すごい、効率で 45% ぐらいの効率なんですかね。で、その、石炭火力発電でもしですよ、もし海外のボロっちい、石炭火力発電ありますけれども、その石炭火力発電を入れ替えると、この磯子のやつに入れ替えただけでですよ、でここにあるように、アメリカとですね、インドと中国の今ある石炭火力発電をこの磯子のものに変えただけでですね、11億トンもの CO2 が削減できると。で、その量というのは日本全体で CO2 を出してる、発電で日本全体で CO2 を出してる量よりも多く削減できるということなので、日本のね、世界に対する、CO2 の排出量というのは 3% ぐらいなんですよね。ですから、そのことをもってして日本が、世界に貢献できるんじゃないかということなんですけれども、で今回話するのはですね、その上を行く石炭火力発電なんですよ。で、どういうことをやってるかというとですね、この石炭はこれ燃やして、でそれでボイラーの中でお湯を作って、でそのお湯から蒸気が出て、その蒸気でタービンを回してるわけですよね。で、その詳しい内容は、YouTube にね、10年前ぐらいの YouTube にね、もうとっくの昔に出てんですよね。でもね、なんか20万人ぐらいしか見てないんで、みんな知らないんですかね。知らないんですかね。だからこういう強烈にすごいね、石炭火力発電日本あるのに、しかもですね、汚染物質も出ないんですよ。汚染物質っていうのは CO2 じゃないですよ。 CO2 は、なんですかね、温室効果ガスですけれども、 CO2 は我々もこう吐いてる、CO2 ですから、これが汚染物質だったらゴジラじゃないですけれども、我々汚染物質撒き散らしてることになりますからね。CO2 は汚染物質じゃないんですよ。汚染物質というのは NOX であるとか SOX であるとか、あと、PM2.5 とか、そういうこう倍塵ですよね。そういうものがこうボロっちい石炭火力だとこうボンボンこう大気に出てしまってですね、それで、石炭火力だけではないんですけども、石炭を直接こう焚いたりして暖を取ったりしているような人がいるとすると、それで環境汚染になって、それで肺がやられて、もうボンボン人が死んでるんですよですね。で、それをこの磯子のものにしたら全くほとんど、そういうこう大気汚染物質も出なくなるということなので、今本当にボロッチーね、世界中にあるボロッチーその石炭火力、もう早急にこのものに変えるべきだと思うんですけれども、今回話す話はそれじゃなくてですね、その上を行く話なんですよ。で、その上を行くものっていうのはどういうものかというと、まずですね、石炭ガス化複合発電っていうやつなんですよね。IGCC というんですよ。これ何かというとですね、石炭をですね、ガス化するんですよ。
だから石炭をそのまま燃やしちゃって、それで お湯を沸かすんじゃないんですね。石炭をガス化するんですね。で、石炭をガス化して、そのガスタービンで、発電するんですよ。その違いわかりますか？その石炭を燃やして、お湯を沸かして、お湯の蒸気で、発電するっていうのは、蒸気タービンなんですね。蒸気タービン。でもこれは何をやるかというと、石炭をガス化するんですよね。で、ガスとしてジェットタービンで、ガスタービンでこう発電するわけですよ。めちゃくちゃ高い温度ですよね。で、それでガスタービンで発電した後に余熱で、余熱って言ってもまだめちゃくちゃ熱いんですけれども、それで、今度はお湯を沸かして蒸気タービンを使うということで、一粒で二度おいしいということで、極端にですね、効率が上がるんですよ。で、その効率でだいたい50何パーセントぐらいまでいくわけなんですよね。っていうのに度肝を抜かれまして、で、その実証炉はもうできてですね、で、実際にもう、もうできる状態になってるわけですよね。で、実際にそれでもうどん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 それで発電を仕掛けてる状態なんですよ。で、今回話す話はそのまたさらに上を行く話なんですよね。で、それがですね、うちの学生、ニューコロンボプランの学生さんっていうのは80人ぐらいから選んだ、うちの大学、クイーンズランド大学というのは世界でトップ50に入るような強烈にいい大学なんですけれども、その学生さんの中からトップのトップの学生さんをこう選んで、ニューコロンボプランで15名の学生さんが来てるわけなんですけれども、その学生さんが口をガーッとあんぐりして、すげえというような技術なんですよ。それは何かというとですね、 IGFC というんですけれども、これもですね、日本語に直したらちょっと長いんですけれども、石炭ガス化燃料電池複合発電って言うんですよね。要するに、ガス化して何をするかというと、ガス化したやつから水素を分離してですよ。水素を分離して。水素を使って燃料電池で発電するんですよ。燃料電池で発電する。で、それで、それの後、そのガス化したもので、タービンでも、ガスタービンで発電するということと、で、その後に残った熱で、さらに、お湯を沸かして、蒸気タービンで発電するということで、燃料電池とガスタービンと、普通の、蒸気タービン、その3つで、こう石炭を骨の髄まで、まあ石炭に骨はないですけども、骨の髄までしゃぶり尽くすという技術なわけですよね。で、当然もちろん、その大気汚染物質も全部取ってしまってるわけですね。で、この技術で何がいいかというとですね、水素を分離するときにですね、CO2 も分離できちゃうわけなんですよね。ということで、その CO2 も貯めて、それをこう地下に埋めるであるとかですね、それを炭酸水の原料にするとかですね、いろいろなこのドライアイスの原料にするとかいうことで、そのカスとした CO2 までも、工業的なガスとして利用するという、本当にこの、なんていうんですかね、本当に骨の髄までしゃぶり尽くす、もう何にも残っていないというような、すごい技術で、これに度肝を抜かれまして、でそれはね、夢物語かというとですね、全然夢物語じゃなくてですね、もうかなり実証が進んでて、それがですね、大崎クールジェンプロジェクトというところでですね、実際にやって、それでですね、効率なんと 72% ですよ。 72% で、普通のね、 LNG の効率っていうのは60何パーセントぐらいですから、もしかしたらですね、これもしこれがちゃんと一般的になっていけばですよ、普通の LNG の CO2 ガス排出よりも少なくなるっていうことなんですかね。 72% ですからね。ということで、こんなね、しかもね、LNG とかも絶対に必要ですけれども、やっぱりね、その値段が上がったり下がったりするんですよ。そういった意味では、
その石炭っていうのは一番安価なので安いのでいろんなところにあると、オーストラリアにもたんまりありますからね。ですからこの技術を利用しないことは嘘だろと、利用しないというのは嘘だろということでですね、今回の話はそういうことだったんですけれども、それでですね、我々のその旅行後の発表会の時にもですね、学生さんはやっぱりすごくこう印象に残ってたということで、発表の目玉にもなったということです。なんで今まで知らなかったんだろうということだったんですよね。ですから CO2 を出すから石炭火力ダメだ、石炭火力もダメだ、やめろ、今すぐやめろとか言ってますけれども、本当にそういう人たちっていうのは、これあの IGFC 知ってるんですかね。知ってて言ってるんだったらちょっとやっぱりあまりにもちょっとおかしいんじゃないかなというふうな気もしないこともね。だって 72% ですよ、 72% ほとんど骨の髄までしゃぶり尽くすような、そういうこうエネルギーの技術で、この技術に政府も含めて投資も含めてどん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 サポートしていくのがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、それをですね、ここで今もう石炭火力やけしからんからストップしろと、こんなのやめてしまえという気持ちがもう全くわからない状態なので、これどういうことなんですかね。ということで、もしかしたらこれあんまり言い過ぎると、なんか政治的にとか、なんかいろんなところで僕問題になるのかな。いやでもこれ技術は技術ですからね、技術は技術なんで、これこれ技術は嘘じゃないですよね。これ 72% になるんですよ、もし成功すればですよ。でその目の前まで来てるんですよ。でそれをまあ将来的にね、多分核融合であるとか、その太陽電池も含めて、そのバッテリーとかのシステムで含めてっていうのも、もちろん将来的にはやっていけないといけませんけれども、それが成功するかしないかのリスクに比べたらですね、これはもう確実に、ほぼ確実にいける技術だというふうなことを思いますので、でこれをぜひね進めていったらいいんじゃないかなということで、オーストラリアのトップの工学部の学生さんもアングリ、口を開けてアングリして、これはすごい、日本すげえという感じの技術、ぜひともね、進めて、もうもちろんね、そのたとえ 0.1% の効率を上げるのも血の滲むようなエンジニアの、努力があってのことなんでしょうけれども、それにしてもですね、やっぱりこれをぜひともね進めていかないといけないということで、私ね、若松のその J パワーの事業所って幼稚園ぐらいの時からもずっと知ってるんですよ。でその時はね、まだね石炭火力発電所だったんじゃないですかね。でその脇を通って、ワイタの海水浴場とか行ってましたからね。でそれがいつの間にか、僕はね幼稚園の頃とか北九州ってその東海湾がヘドロで、その魚もいなかったというような状態の時からですね、もう今行ってみるとなんか未来都市みたいな感じですよね。もうすごくクリーンで、もうテクノロジーで、なんですかね、風の谷のナウシカ状態なんですかね。もうその将来のこう技術が詰まってるにもかかわらず、この寂れたようなそのノストラジックな感じもあるという北九州市の若松区なんですけれども、すごいね、そういうところでこの次世代の日本だけじゃなくて世界中を助ける技術が、どんどん進んでいるということに、まあ、日本人として、また、若松区出身の、エンジニアとしてすごく誇りに思っているということで、今回の話を終わらせてもらいます。